はい、おはようございます。ヒロです。今日はですね、前回ね、ちゃんまりポーカーをかけに行ったんですけれども、結構楽しかったんで、今日ね、ちゃんまりが働いてる埼玉県の春日部市にある雀荘、そちらに行ってみたいと思います。今日はですね、休日です。朝方まで動画編集して、で起きて今、昼過ぎぐらいですね。飯も食ってないんで、なんか移動しながら、おいしそうも調べて、ご飯食べて、麻雀して、帰るっていう感じを実施したいと思います。それでは早速埼玉県春日部市、クレヨンしんちゃんのとこやん。なんか駅のホームにラーメン屋があるんだけど、めっちゃ人いるんだけど、そんなうまいんか。お疲れ様です。ありがとうございました。あ、終わりました。では、スパリッチ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ご来店ありがとうございます。めちゃくちゃ味のある店ですね。本当ですか？よかったです。びっくりしました。入り口の感じとかすごい。これ？イニシエの感じがする。私がずっと大学生の頃からお世話になってるお店です。はい、こちらが。ここがじゃあチャンマリーさんの原点とか。あ、そうですね。はい。麻雀を知る前から働いてたお店です。ちょっと店内の様子をちょっとバーッと見ていきます。はい。ちょめさん、マジすごい。俺最近、はい、都内の小綺麗な店しか行かないから、はいはい、めちゃくちゃ新鮮な気持ちです久々に。いやでもうちの田舎の雀荘もこの感じでした。あ、本当ですか。そう、あのなんかちょっとヤニでくすんだ蛍光灯みたいなさ。あ、そうそうそう、そう、ここの壁が一番わかりやすい、うん、あ、そうそう、壁とかさ、長らく貼ってあったやつをね。あ、そうそう、ずっと貼ってあってみたいな、うん、剥がしたらもう壁の色変わってるみたいな。どう頑張っても綺麗にならない感じ。床とか。いやでも、こういう感じ好きです。よかった。まあまあ、ちょっと田舎の方にあるんで。じゃあ、ルール説明お願いします。はい。ちょっとやりましょう。ハハハハ。
レッカンビールがスティワンダンの本番2枚いいつもからでは漫画で1枚ゴッドバンドかっこいいじゃないですここはちょっと全然ダメです1400円すげえ5点ちょもりさん、告知が、はい、今ちょっと対局の途中ですが、ちょもりさんがお店の宣伝というかね、はい、ちょっと頼まれ事をしたので宣伝させてもらいたい。このお店の魅力を教えてください。はい、まず見ての通りというか、まあ、多分覗いてたかと思うんですけど、はい、めちゃめちゃアットホームなお店です。1ゲームあたりの電話代が1人350円めちゃくちゃ安いです。350×4 プロトップ100円で、はい、1500円ですから、はい、常連さんがめっちゃ結構多いから多いですね。はい、無線機さんはまあ増えたらいいなって増えたらいいなって待ってます。はい、あと駐車場があるので車で来ても気軽に、まあちょっと離れてるんですけど、まあ、駐車場も、はい、その後も、はい、頑張ってください。頑張ってください。久々に頑張ってるから、押し引きがね、つい押してしまいがちなんだよな。頑張っていきます。頑張ってください。応援してます。じゃあぜひ動画見ていいなと思った方は、スーパーリーチ。はい、春日部にあります。春日部駅、目の前にありますので、ぜひお待ちしてます。俺の手がリーチないんだったんですよ。3センチ。あ、リーチライスお願いします。
2600です。日系だけですね。うん、あ、そうだ、大丈夫。よろしくお願いします。カスカム駅徒歩1分スーパーリーチへ遊びに来てね。待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、終わってきました。昔ながらのチャンスでしたね。ちょっと小汚い感じなんですけど、なんか人の温かみがあるお店でした。かなりオーソドックスな豚南線で、何よりゲーム代が安いです。一泊1500円、豚南線で1500円っていうのはね、これ雀荘でやってるか分かりますけどね、めちゃくちゃ頑張ってます本当に。でこの雀荘のコアユーザーにとって、やっぱりね、もうゲーム代が安い以上のいいことってないんですよね。どうしても回数も落ちて長く打ちたいし、そういった意味では本当にいいお店だと思います。ということで今日はね、また飯食って回させてるだけの動画でしたが、最近ちょっとのお店でメインの従業員が1人増えて、外に出る余裕もできたんで、また気に入ったら動画上げていきたいと思います。それではお疲れ様でした。また。